皆さんこんにちは。ご紹介いただきました丹後郷土資料館の吉野です。この度は誠におめでとうございます。私は引き続きまして、この北前線についてですね、簡単ではありますけれども、それがどういうものであるのかということをですね、15分ぐらいお話をさせていただこうというふうに思います。先ほど森山さんの紙芝居の、を見せていただきましたけれども、あそこで出ております、要するに船の話がありましたけれども、11月にとかですね、3月にとか、かなり具体的な日付などが出ていたかと思いますが、あれは今回、構成要素として認定されたうちの一つのですね、由良に加藤家文書というのがございますが、そちらに残されていた航海日誌という当時の、船乗りの船頭さんがですね、書いた日記が残っているんですね。でその日記が大体どういうところにいつ頃入ってということが詳しく書いてありましたので、そのようなものをですね、参考にしながら、紙芝居を作っていただいたということで、私は文献といいますか歴史を古文書などから読み解く方なんでありますが、あのように紙芝居で、見せていただくと、実際に加藤さんというのはこういう、風貌だったのかなというふうに、もしかしたら新米のなんかにもそういうふうに、指導してたんじゃないかなというふうに、思ったりしているところでございます。でそういうところでですね、この北前線に関してですけれども、基本的な、商売方法というところを今こちらにご紹介しています。もう先ほどの、紙芝居でもお話を、させていただいているところですけれども、下の方にから見てみますと、春に大阪を出発をするということになっています。そして、それからずっと瀬戸内海を通って日本海側に参りまして、基本的には北海道方面まで、船を走らせます。で北海道の方から、西には昆布などを、積んでですね、最終的には大阪まで戻ってくるというのが、北前線の、北前船の基本的な流れということになっておりますが、先ほどの航海日誌なんかもそうなんですけれども、一回北海道に行って帰ってきておしまいというわけではないんですね。その時々の相場であったり、さまざまな理由でですね、途中に往復するようなこともあったりですね、あるいは北海道に行かずに、東北の、日本海側からで引っ返してきてしまったり、あるいは、一旦若狭まで戻ってきてもう一回北海道に行ったり、そういうことでいろいろなルートがありますけれども、基本的には春に船囲いの絵が先ほどございましたけれども、春に船囲いを解いて大阪を出発して北海道、そして戻ってきて、また秋に、大阪で船囲いということなわけですね。どうして冬には、船をしないのかというのは、これはもう皆さんだったらご承知だと思いますけど、冬は日本海が非常に荒れます。ですので冬は船を走らせることがなかなかできないわけですね。ですから、こういうようなルートで北前船はですね、航路を進めていたということがわかります。そしてまた上に一つ商売方法というのが書いてありますが、これが一つ特徴で、買い積みといわれる携帯を取って船の荷物を運ぶということをしています。これどういうことかといいますと、先ほども船頭さんとの交渉の話があったと思いますけれども、各寄港地へ着きますと、その寄港地に問屋さんなどがおりますね。でその問屋さんと船頭さんなんかがですね、要するに交渉をして、その場その場で荷物を買ったり売ったりっていうやり取りをしているわけですね。ですから相場が高いところでは物を売って、安いところで仕入れるということをしないといけないということですので、そこにこの船頭さんの才覚っていうことが非常に重要になってきます。で実際にですね、古文書なんかを読んでおりますと、先ほどの、紙芝居では三上さんという方が船主、そこの三上家住宅の三上さんでありますけれども、その三上さんから、船に乗っております加藤さんのところへですね、どこどこで何々を買いなさいとか、どこどこが今安いぞとかっていうふうに手紙が届いたりすることもあります。あとはその資料としてはちょっと残りにくいんですけれども、現地の問屋さんから周辺での取引の状況などをですね、情報を仕入れて、今秋田の辺りでは米が高く売れてるよとか、どこどこでは安く買ってるよとか、そういう話があると、それによって出向いて行ったり買ったりするようなことをどうもしていたようであります。そういうような船を総称して、北前船、北前船というふうに呼んでいるということになります。で特産品などいろんな荷物を積むわけですけれども、まず一番大きいのは大阪から北海道へ結ぶ、下りの荷物、
それと北海道から大阪を結ぶ上りの荷物であります。でまず上りの方からお話をしますけれども、これが非常に大事なポイントになってきます。大阪、北海道で積むものは昆布とかニシンとか、あとはニシンのしめかす、こういうのものを積んでいるわけですね。で昆布はここに日本を代表するだしの文化というのがありますが、京都でこの昆布をだしにして和食なんかを作っていきますけれども、その和食の原料となるこの昆布ですね、だしの元になる昆布はもともと北海道の例えば日本海側に利尻島とか礼文島とかっていう島がございますが、そちらなどで、取れる昆布などを、福井県の若狭のあたりまで持ってきまして、でそこから陸送などをして京都まで運んで、それが、京都のいわゆる和食になっていくわけでありますけれども、そういうようなまさに昆布ですね、密輸出していたというような話もあるぐらい、この昆布というのは非常に高価に取引をされております。でそれ以外にこのニシンですね、ニシンそばの、ところもございますけれども、一番、よく使われるのは肥料であります。このニシンをなんか肥料にしてしまうというのは現代の感覚からしても非常に贅沢な使い方のように思えるかもしれませんけれども、当時綿花あるいは菜種などをですね、瀬戸内海やその周辺で栽培をしておりますが、その肥料として一番適していたのがこのニシンだったと、ニシンカスだったというふうに言われているわけですね。そういうことで肥料としてたくさん取られたものが大阪などへ運ばれる。当然これは大阪と書いてありますが、全部が大阪に運ばれたわけではなくて、その途中途中で必要なところでも下ろして売ってしまうわけですね。そんなことをしています。あと下りの荷物を見てみますと、お米とか酒、ろうそく、衣料品など、いわゆる加工品ですね、加工品の工業製品などが多くございます。先ほどの紙芝居で傘というのがありましたけれども、この傘なんかもよく出ておりますし、あるいは、砂糖ですね、今のセゴドンで、奄美諸島での、砂糖を栽培するというのが非常にものすごい労働環境の中でやっているお話がありますが、ああいう砂糖はですね、まず琉球から大阪とか瀬戸内海の主要な港に運ばれます。でそこからこういう北前船などを通して日本海側にこういうふうに運ばれていくんですね。なぜ運ばれるかというと、日本海側ではもうこれ当たり前ですけど砂糖は取れませんので、非常に高価に売れるわけですね。ですからそういうことで砂糖なんかが取れます。あとは先ほどのあったような塩ですね、三田汁の塩、そういうものなんかも運ばれる。ですから、普段の日常生活の中にも非常に重要に用いられるような品々がですね、ここで北前船の荷物として運ばれていたということがわかります。さて今回の日本遺産のポイントとなる構成文化財というのが今回示されているわけでありますけれども、大きくここに5つ分けてございます。ちょっと時間がありませんので、その中でも特にこの3つですね、寄港地と船主の集落、あとこの船主、船主や商家の建築、あと船主船頭の信仰というあたりが今回の選定に関しては非常に評価を受けたところでございます。で、寄港地やこの船主、船主の集落が残っているかどうかというようなことというのはやはり重要でありまして、過去に、こういうような寄港されていたという事実があってもですね、現代にそれがやはり集落として残っているかどうかというのは非常に大きな要素になってきているところです。あとは実際にこういう商家の建造物があるかどうか、関連する寺社仏閣が残っているかという、こういうような部分がですね、宮津とあと由良にも一部構成要素がございますけれども、十分残っていたということで、今回宮津市は晴れてこの指定の中に加わったということになりますけれども、ちょっと具体的に見てみたいというふうに思います。こちらが城下町宮津の町割と町並みということで、宮津はですね、城下町としての名残が非常に多く残っております。皆さん普段お住まいになっているとあまり城下町の名残というのを感じることも少ないかもしれませんけれども、この辺りが真ん中が大手川が走っておりまして、ここから右側、その辺りが今の駅の辺りになりますね。そうするとこのちょうど市役所から西側の辺りに、今でも魚屋町とか本町とか、白笠や鴨会とかですね、地名がありますけれども、この辺りの、城下町の区画が今でも、基本的に江戸時代と変わらないような状態で残っています。
それこそあの、ブラタモリでぜひ来てほしいなと思うわけでありますが、江戸時代に宮津に残っている地図っていうのは結構あるんですね。でその地図を今と重ねると全く同じです。海岸のところだけが現在の海岸線ということでちょっと出ておりますけれども、例えば本町、よろず町、大谷町、白ヶ瀬、河原町、神向井、漁師町、この辺りは江戸時代の後半と基本的な町並みは変わっていないんですね。あえて言えば道幅がちょっと広くなったぐらい。こういうような町割り、町並みというのが保存されている。江戸時代から明治の頃に北前船がまさに往来していた頃の町の様子というのが今でもよく残っている。でポイントポイントに、その江戸時代から明治ぐらいの建物がよく残っているということですね。三上家住宅、あるいは、黒田家とか今林家とか いくつかのお宅が紹介されていますが、それがまず一つ重要な要素ということが言えるかなというふうに思います。で今回、指定されたこの構成文化財というのは今紹介しましたこの三上家住宅、あとは日吉神社とか脇宮さん、これは信仰のお話ですね。あと4番目は由良のこんぴら神社さんです。こちらは先ほどのお話とも関連しますけれども、由良の先導さんなどが航海安全を祈った神社でございます。あとは花街として、非常に繁栄したというふうに伝わる新浜の町並み、そして6番は由良の船山郡ということで、船頭さんが、航海の安全を祈ってですね、地元の神社に奉納した絵馬がたくさん残っておりますが、そういうものも北前船の、在りし日を伝える資料として今回構成を備えています。あとは古文書類ですね、城下町の三上さんの資料、そして船頭されておられた加藤さんのお宅の資料、それと、披露していただいた宮津踊りですね、その、この9つが今回構成要素として、指定をされております。本当は一点一点ご紹介をしていかなければならないんですが、ちょっと、飛ばしてお話をさせてもらいますが、まずこの三上家住宅ですね、今もこれは公開をされておりますけれど、宮津城下で屈指の町名主、町名主というのは今の町長さんのようなものだと思っていただければいいんですが、そのお宅が当時のままで今も残っております。でこの三上さんのお宅はですね、この1783年に焼失した後に今の建物が建築されておりますから、この建物としても当時の様子を伝えているわけでありますけれども、古文書が大量に残っています。1万点を超える古文書が残っているんですね。でその古文書を分析しますと、いわゆる船主であったということが分かります。船主というのは船自体を持っている人のことです。で先ほどの紙芝居にありましたのは船頭さんでありまして、その船頭さんはほとんど由良とか神崎から雇うわけですね。で、先ほどの、お話でもありましたけれども、この三上さんはまさに船主として活動をしていました。江戸時代の終わりから明治時代にかけてです。でこういう船主をしていた、方のお宅が実際に残っているということが、まずこの宮津が非常に特筆すべき場所だということが言えるかなというふうに思います。あとはこれは日吉神社ですね、三王さんでありますけれども、こちらもですね、中世からですね、この交通のネットワークの上にあったお社だというふうに考えられています。でそれ以外にもですね、例えばこれ牧さんという宮司さんのお宅の文書を見てみますと、讃岐の国から船玉祭りをしていたりですね、あるいは摂津の国の大阪の船がやってきた時の出航日をみくじで決定をしているとか、あるいは日向の国の船の船祈祷をしているとかですね、そういうことでもちろんこの牧さんのお宅には日記なんかも残っておりますから、その日記を見ると地元の祈祷なんかがもう大部分でありますけれども、このような遠方の土地の船との関わりもこの資料などから分かります。そういうところも非常に今回重要な歴史的な遺産であるということが確認されております。これも同じ牧家文書の中でありますけれども、例えば船の心臓に関する祈祷であったりとか、慶応2年1866年には山本善治さんと、これは本町の大津屋さんでありますけれども、この大津屋さんも三上さんと同じような船を持っていて町名主をしていたお宅でありますが、そちらさんで新たに船を作るにあたっての祈祷をこの佐藤さんでしているということになります。次に脇宮神社、こちらも構成要素になっておりますけれども、最近の研究で永正2年1505年に
身を作ったという記録があることが分かりました。ですので、非常に古い中世からのお社ということになりますが、今回の構成要素では、何が、重要だというふうにされたかといいますと、皆さんもこの、脇宮さんはよくご存知だと思いますけど、パーッと見過ごしてしまうような大事なところがあるんですね。ここです。この一点一点に文字が彫られているんです。玉垣というふうに申しますけれども、大体どこの神社にもこういう玉垣というふうにのございますけれども、これがよくよく見ると丹後の人が奉納したんではなくて、日本海側のいろんな地域から奉納しちゃうということがこれ分かるんですね。ですのでちょっと気になる方、今日ぜひお帰りに脇宮さんのこの玉垣見ていただきたいというふうに思うんですが、天保15年江戸時代の終わり頃です。51名の寄進者の名前があります。その中には越中、今の富山県ですね、で能登、越前、近江、京都、大阪、讃岐、尾張ということで全国からの寄進があるということは、これは船に乗っている人たちの信仰と関わりが当然あった、遠隔地の商人からの崇敬が深かったということが、こういうような資料からも分かります。その中でも特に特筆すべきなのは銭屋五兵という人物ですね。銭五と言われる、皆さんもどこで聞かれたことがあるかと思いますけれども、石川県の金沢を中心にした北前の船主でありまして、非常に広範囲にわたって手広く、商業を行っていたというふうに言われているもの、人物でありますけれども、干拓事業で毒をまいたという嫌疑でですね、捕らえられてしまうというようなことがありました。これはおそらく冤罪だろうというふうに言われておりますけれども、それだけ手広くやっていた人物がこの宮津の脇宮さんに、どうも玉垣を奉納をしていたと、これも非常にですね、北前船の寄港地としての特筆すべき内容だろうというふうに思います。それと、こちらが由良の船山郡ということになりますが、こちらは南線の山ですね。両方とも先ほどのまさに南線をして、でこれは行く前から南線の山を治めるとなんか悪いことが起きそうでありますが、南線をして無事に帰ってきたのでありがとうということで、こういう南線の山というのを治めるんですね。両方とも船がものすごい大荒れをしております。波がものすごい立ってますよね。その中にここに五兵が見えています。神社の奥によくお祭りされている金色の紙がこうになっているのがあります。そういう五兵が飛んできていて、でここに陸地が見えますよね。これで、ああ助かったというような瞬間をまさに描いた絵馬が残っています。でこのこういう絵馬以外にも普通に出る時などに収めた絵馬なんかもたくさん残っておりますが、それが由良地区にですね、金比羅神社、照国稲荷とかですね、いくつか神社にございますが、そちらに奉納されています。このような絵馬なども構成要素として、今回認定をされているということになります。でちょうど時間になりましたので、非常に駆け足ではありますが、このようにですね、この船絵馬でありましたり、先ほどのこの神社さんの玉垣、脇宮さん玉垣三能さん、あるいは三上家住宅、そして今ちょっと紹介しきれませんでしたけれども、三上さんや加藤さんのお宅に伝わった古文書、こういうものが今回この構成要素として新たに認められたということになります。私は古文書を読むのが仕事ということでもありますので、これからさらに分析をしてですね、この北前船と宮津、あるいは由良、そして丹後各地とのつながりというのをですね、もっと明らかにしていきたいなというふうに思っています。ちょっと駆け足ありましたけれども、以上で説明を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。